すぐはカルオのお暇なら映画でも見たか、伊藤潤二マニアックということで、ネットフリックスで配信がスタートしました。伊藤潤二マニアック、皆さん見ましたかね。面白かったんですけれども皆さん見ましたか。まあ、伊藤潤二という名前はですね、まあ、素通りするわけにはいかないビッグネームなんで、当然僕はですね楽しみにしていて、まあ、配信が始まったら見てということをしたわけですね。面白かったですよね。見た皆さん、見てない皆さん、面白かったですよ。まあ、原作の雰囲気を壊すことなくアニメ化していたという感じがあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、あんまりホラー漫画とかその辺を知らない方でも、伊藤潤二っていう名前はなんか聞いたことあるなとか、絵はね、伊藤潤二の絵を見れば、あ、この絵なんか見たことあるわっていうことなると思うんですけれども、まあ伊藤潤二といえば、ホラーギャグナンセンスエログロコメディホラーと、HGNEGCH と、いうふうに僕は思っているわけですけれども、ホラーギャグナンセンスエログロコメディホラーですなんかいろんなものをホラーで包み込んでるみたいなね、そんな感じの作風かなというふうに思うわけですけれども、まあこれね、アニメを作っている皆さんが世界観をしっかりと理解をして作っているんで、まあおそらく原作ファンの方も大満足なんじゃないかなというふうに思いますけれども、このアニメシリーズね、どうなんでしょうね。ネットフリックスのアニメはいまいちうまくいってないっていうところがあるような気がしますけど、このクオリティの問題というか動きの問題でね、なんかちょっと手抜いてんじゃねえかなみたいな、そんな感じがすることが僕は感じるんですけど、ただまあ伊藤潤二原作だと別にアクションでもないし、話で見せる、まあ、絵で見せる、止め絵というかね、そんな感じで見せるアニメなんで、全然問題なかったし、むしろよくできていたなという感じがありましたね。まあ、たまにね、原作の持っている味とか雰囲気とかそういったものが分かっていない人が映像化してしまう場合っていうのは、まあ、よくあるわけですね。アニメに限らず実写でもよくあるわけです。なんでこうなっちゃったのみたいなね。せっかくこの面白い原作アニメ化する、実写化するってなったら、さぞかし面白くなるのかと思いきや、なんじゃこりゃと、何してくれてんねんと、いうことよくあると思うんですけれども、今回のね、このネットフリックスの伊藤潤二マニアックは、まあ、雰囲気、作品の雰囲気とか、あと間ですね、まあ、セリフの間、描写の間、そういった間、あと喋り方、音楽、効果音、どれもですねすごく良かったですよね。このちゃんと理解をしている人がちゃんと作っているっていう感じがしましたね。まあ、特にホラーだし漫画原作の場合はやっぱ間が非常に重要なんですよね。僕らは、まあ、別に漫画原作見てない人でも全然楽しめるんですけど、漫画の原作を知っていると自分の中の最適な間で読んでいくわけじゃないですか。セリフとか、まあ、コマとか絵とかページをめくるタイミングとか、その辺って自分の中の最適な間があるわけですよね。でアニメ化する際、だいたいこの間っていうのがうまくいかないわけですよ。結構漫画をアニメ化する際に間の問題っていうのが結構あると思うんですけど、これはね非常にうまくできていたなというふうに思いますね。で、まあ、ホラー漫画ですから、怪奇漫画ですから、怪奇漫画っていうのは日本でね昔からある系譜があるわけですね。水木しげるから始まり、まあ、水木しげるから始まったかどうかよく知りませんけど、水木しげるとか常盤荘のね角田次郎とか梅津和夫とか、まあ、丸尾末広とか、まあ、諸星大二郎もそういうホラーっぽいなんか怪奇物っていうのがあったりとか、藤子不二雄 A もそうですよね。藤子不二雄 A もホラーもの、まあ、マタロウが来るとかそういったやつとか、あとまああんまホラーに分類されないけど藤子 F 不二雄の SF 短編もすごくホラーチックなお話もいっぱいあったりとか、まあ、するわけですけれども、こういう日本のホラー漫画、怪奇漫画っていうのはホラーの中に喜劇があるわけですね。ホラーの中の喜劇というのが日本のホラー漫画、怪奇漫画の特徴といえる部分があるんじゃないかなというふうにまあ思うわけです。でこのホラーの中の喜劇っていうのはおそらく日本の伝統的なもの、まあ、例えば落語とか歌舞伎の怪談ものなんかにも入っていて、その恐怖と喜劇っていうのがおそらく日本のスタイルなんですね。客観的に見ると変だけど、なんだか滑稽だけどそれが怖いみたいな、
そういった感じ。例えばテレビから人が出てきたら変だし滑稽だけど怖いよねとか、井戸から人が出てきてお皿の数数えてるのはどう考えてもおかしいでしょと思うわけですけど、まあ変だけど怖い、変だから怖い、それが日本のスタイルじゃないかなと思うわけですね。まあちなみにですね、全然関係ないんですけど、落語にも皿屋敷の、そのパロディーバージョンの皿屋敷のお話があって、途中までは怪談なんですね。あの落語の番長皿屋敷だったり番主皿屋敷だったり、まあ皿屋敷ものあるわけですけれども、落語の皿屋敷はですね、途中までは歌舞伎とかそういう、まあ、昔ながらのお話と同じように怖い怪談が続くんですけど、途中からですね、だん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  お菊さんがねアイドル化してきて、お菊さんを目当てに人が集まるようになってくるみたいなね、そういう落語の面白話があるんですよね。この落語の皿屋敷のオチは、まあオチというか下げですね、落語の場合オチのこと下げって言うんですけど、落語の下げはですね、お菊さんが18枚までお皿を数えるんですね。普通は9枚までしか数えないんですけど、18枚までお皿を数えちゃうわけです。そうすると見物人たちがですね、おいおいおいと、お菊さんと、お皿は9枚でしょうと、ちょっと数えすぎじゃないですかって言うと、お菊さんがギラッとこっちを向いて、明日は休みなんだよということで、お後がよろしいのでというね、まあ面白い皿屋敷、まあパロディーバージョンのお話があったりするわけですね。まあ、さらにちなみにですね、今お後がよろしいようでというふうに言いましたけど、お後がよろしいようでっていうのは、次の出番の話し家さんの準備が整ったようなので、私はこれで失礼いたしますという意味で、お後がよろしいようでと言うんですよということで、全然関係ないんですけど、まあこのね、ホラーの中の喜劇というのは、当然これが伊藤潤二作品にも受け継がれているわけですね。で、伊藤潤二作品のこの喜劇部分の特徴としては、絵が崩れないってことですね。通常ね、喜劇部分になると目が点になったりとか、ね、普通に8等身とか7等身だったキャラが急に3等身になるとか、そういうお決まりのね、ギャグシーンですよ感がまああったりするわけですけど、伊藤潤二の場合はそういうことはないということですね。その美しいというか、描き込まれたあの絵のまんま、なんだか面白いことを言うとか、なんだか変な感じになっているっていうところが伊藤潤二の特徴であり、面白いところかなというふうに思うんですけれども、そのあたりもしっかりとアニメは表現できているわけですね。だからね、非常に面白いかなというふうに思います。まあ、今回のネットフリックスのやつですね、伊藤潤二マニアックは、前に2018年にやっていた伊藤潤二コレクションっていうテレビシリーズがあったんですけど、それの続編というか、まあ、姉妹作品みたいな、そんな感じですね。だからスタッフとか、その辺が全部一緒で、前に伊藤潤二コレクションがあって、それが今回伊藤潤二マニアックという名前で続編姉妹作品としてネットフリックスに来たということなんですね。例えば一番有名な富江ありますね。伊藤潤二といえば富江、まあ、デビュー作が富江で、その後富江のシリーズがいっぱいあるわけですけれども、このデビュー作の富江のエピソードは前の伊藤潤二コレクションの方で映像化されています。で、今回は富江のエピソード何かというと、写真ですね。富江シリーズの写真っていうのが今回映像化アニメ化されたということになっていますね。まあ写真もね、非常に良いですね。まあ富江さんはね、絶世の美女なわけです。で、伊藤潤二の絵といえばですね、まあ、美人、そしてなんだか白いというのがね、特徴かなというふうに思いますね。皆さんもそういう感想を持つんじゃないかなと思うんですけど、この美人とか白い、まあ、美少年、こののっぺりしている、顔がのっぺりしているとか、その辺もですね、しっかりと再現されているから、満足できるんじゃないかなと思います。まあ、僕はそんなに伊藤潤二マニアってわけじゃないんで、知ってる話、知らない話、まあ、知らない話の方がいっぱいあるわけですけれども、まあ、僕程度の感じからいくと、もう十分伊藤潤二を再現できてんじゃないかなというふうに思いますね。だから、まあさっきも言いましたけど、特にやっぱ間ですね。間が非常にいいなという感じがありますね。で、このアニメ化する際の余計な改変とかもなくて、もうほぼほぼ原作通りに物語は進んでいくんで、この辺もグーじゃないかなというふうに思います。もうセリフとか構図とか、その辺もね、もうほぼほぼその漫画のまんまと言ってもいいぐらいな感じですね。まあ僕は
面白くなるんだったら原作の改編はいくらでもしていいですよというスタンスなんですけれども、ただね、正直改編して面白くなる確率は相当低いんで大抵ね、面白くないんです、改編した作品っていうのは。なので原作通り面白いまんまやってくれたっていうのが良かったかなというふうに思いました。で、まあ、今回ですね、ほぼほぼ改変してないんですけど、改変してないからこその特徴として話のオチがないまま終わるエピソードというのが多いという点があるわけですね。なんかいまいち落ちていないお話っていうのがたくさんあるわけです。で、この落ちていない作品っていうのはどう捉えればいいんだろうっていうのが多少見ている側からすれば不安になるかもしれないんですね。あれ、これで終わりみたいな、どうなったの、最後どうなったの、これどうなるのとか、自分の中でこのオチのない話をどう消化すればいいのかわからないっていう風に、思う人多いんじゃないかなと思うんですけれども、これはですね、僕が考えるにこの恐怖はまだ終わっていないんだという風に、考えて自分の中で終わらせればいいんじゃないかなという風に思います。まあ、普通にね、お話が1個あって、そのお話が1つちゃんちゃんと言って解決すれば、まあ、そこで終わり、この話は終わりということになるし、例えば解決しないまま主人公とか何か当該人物みたいな人が死んだりしたら、それはそれで、まあ、死んだんだね、悲しい怖いお話だったね、ちゃんちゃんで、まあ、終わるんですけど、このオチがない、まだ恐怖の途中で終わってしまうみたいな、そういうなんか言ってみれば中途半端な感じに終わるというお話を見た場合、もどかしくなると思うんですね。おい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 となると思うんですけど、これ多分ですね、こういう風に考えればいいんじゃないかなというのが僕の中にあって、まあ、僕は世代じゃないんで見たことないんですけれども、昔紙芝居屋さんが、公演に来たというのがありますよね。で、長いストーリーもののお話を紙芝居でやって、はい、続きはまた明日と、はい、今日はここまで、続きはまた明日やるから、また明日同じこの時間にここにお金を持ってみんな来なさいみたいなね、そんな感じで、続きどうなるんだよ、畜生絶対明日も来るからな、おじさん絶対来てよみたいな、そんな感じで今日は終わって明日になったのにおじさんが来ないと、紙芝居のおじさんが来ない、それ以降紙芝居屋さんは二度とこの町に来ることはありませんでしたみたいなね、そんな感じだと思えばいいんじゃないかなっていう感じです。どうなったのかわからない、オチがないっていう状況だから、このオチがないっていうのはイコール恐怖がずっと、まあ、今でも続いているんだというのがオチなんだというふうに捉えれば、まあ、いいのかなというふうに思います。話が落ちていないから面白いとね、そういうふうに考えたらいいんじゃないかなと思いますよ。ということで、今回 Netflix の伊藤潤二マニアック何作品もね、一挙配信されているわけですけど、僕のフェイバリット作品ベスト3を発表します。第3位侵入者、第2位墓標の街、第1位40層の部屋ということで、この3つ僕がお気に入りですね。もちろん他のやつも全部面白いんですけど、3つ選んでみようかなというふうに思ったんでこの3つかなというふうに思いました。特に40層の部屋はですね、コメディなんですけど面白いですね。あと、まあ、有名どころだと首吊り気球が今回入ってますね。オリンピックの時になんだかちょっと話題になりましたよねあのでっかい首だけがこう空を浮かんでいるっていうあのお話とか、富江の写真ですね、富江シリーズの写真とかが今回のシリーズ有名どころとしては入っているかなというふうに思います。まあ、前回がね、伊藤潤二コレクションのテレビシリーズだとやっぱり有名どころがたくさん入ってたわけですね。富江、一番最初の富江ですね、富江さんが死んじゃいましたから始まるあの富江、あと総一の勝手な呪いとか、ファッションモデル、なめくじ少女、まあいろいろね、有名どころはこの前回のシリーズ伊藤潤二コレクションの中にいっぱい収められています。この伊藤潤二コレクションはですね、Unext で見ることができますので、概要欄からどうぞということです。 URL 貼ってあります。もちろんね、新シリーズの Netflix の URL も概要欄にありますので、ぜひ見てみてください。ということで、なんか宣伝みたいな動画になっちゃいましたけど、なんでこの動画今回急に作ったのかというとですね、なんかこの伊藤潤二マニアック思ったほど見られていないんじゃないかなというふうに思ったんですね。もっと話題になってくれると思ってたんですけど、
ネットフリックスのランキング初登場が6位で次8位、まあ、今日が8位なんですけど、ランキングは落ちています。どうしたことか。伊藤潤二こういうの結構みんな好きかなと思ってたんですけどね、あんまり見られていないということで、もっとみんな見ようよという感じで、ちょっと動画にしてみました。ちなみに僕のですね推しキャラはですね総一です。総一が非常に見ていて楽しいというところがありますね。まあもちろんですね伊藤潤二っていう作品自体そんなに大ヒットするタイプのお話ではないですけど、ただなんとなくねネットフリックスとかこういうネットサブスク系ではもっと人気が出るんじゃないかなってなんとなく僕思っていたんで、ランキングが今落ちてるっていうところがね、あれもっといくと思ってたな、そっかっていう感じがあったんですよね。面白いんでね皆さん伊藤潤二マニアックぜひ見てください。で伊藤潤二コレクションの方も非常に面白いんで U-NEXT で見れますんでね、見てみてください。まあ別に僕は伊藤潤二マニアックから何か案件をもらったとかそういったわけでは全然ないんですけどもうちょっとみんな見てくれればいいのになってちょっと思ったんで動画にしました。ということで、チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタフォローよろしくお願いします。サブチャンネルや LINE スタンプもよろしくお願いします。すぐに取り上げてもらいたいリクエストありましたらチャンネルの中に入っていただいて、コミュニティのところに、まあ、下の方にですねリクエストはここに書いてくださいというのがありますんで、そちらに書いてください。よろしくお願いします。ですぐのメンバーシップもやっております。こちらもよろしくお願いします。すぐのなんかアパレルもありますんで、そちらももしよかったらよろしくお願いします。ということで、まあ、今回の動画はもしある程度再生されたら、このね今回の伊藤潤二マニアックの中のお話の解説動画も作ろうかななんて思ってますけど、どうなりますかね。再生されればいいなと思いますけれども。あと伊藤潤二といえば渦巻きね、渦巻きのアニメ化っていうのもね、やっていますからね。まだできてませんけど、渦巻きまだできてないんだよね。今延期してるんですよね、リリース延期中ということで、なんかちょっとねコロナの関係でだいぶ作業が押してしまったらしいんですよね。早く見たいなという感じがありますけれども、まあこのねティザー映像というか、そういったものはあるんですけど、相当細かく書いてるっぽいんでアニメを、まあこれは作業量が大変な上コロナでね、だいぶ中断されたっていうところで、まあ大変なんだろうなと思いますけど、早く見たいなと思いますね。なんか見た感じちょっと CG っぽい感じがしないでもなかったですけど、まあちょっとよく分かりませんけれども、渦巻きも楽しみにしたいなと思っております。ということで、今回はネットフリックスで配信が開始されました伊藤潤二マニアックみんなもっと見ようよという動画でした。お聴きくださいましてありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。